グンタック。皆さんこんにちは。ヤニクのドイツ紹介の時間です。私は上越市のドイツ人国際交流員 D2 ヤニクです。さあ、一緒に私のふるさとであるドイツについて楽しく勉強しましょう。皆さん、夏休みいかがお過ごしですか？ドイツでは夏休みがもう終わってしまったところが多いですね。そこで今回はドイツの学校に関するクイズに挑戦してみましょう。ドイツでも日本と同じように小学校、中学校、高校は合わせて12年間になりますが、大きな違いは小学校卒業するときに大学に行きたいか決めて、それに従って小学校の次の学校を選ぶということです。その理由はドイツでは高等部の日本でいう高校がなくて、小学校を卒業すると次は最後まで一つの学校に通うことが一般的です。さて、今日のテーマはドイツの小学校の期間についてです。さあ皆さん、ここで今日の問題です。ドイツの小学校は何年生まであるでしょうか？この3つの中から正解を選んでください。 A 4年生、 B 6年生、 C 8年生。さあ皆さん、分かりますか？ここで少しヒントをあげましょう。最初のヒントです。ドイツの学校において義務教育は州によって9年か10年と決められています。2つ目のヒントです。ドイツの小学校では卒業するまでに担任の先生が変わらずずっと同じという学校が多いです。さあ皆さん、分かりましたか？正解は A の4年生です。ドイツでは小学校卒業するときに大学に行きたいか決めるのですが、この時点で将来進み道を選ぶことはとても早いですね。4年生まで一人の担任の先生に基礎的な知識を習い、小学校卒業すると4つの種類の学校からそれぞれの進路に合う学校を選んで進学します。その4つの学校の種類は、大学進学を目指す中等学校、専門学校進学を目指す自家学校、卒業後に就職するために職業訓練を受けることを目指す機関学校と、その3つのタイプを併せ持つ総合学校になります。ドイツでは小学校卒業後は入学試験ではなく、小学校4年生の成績証と面接で次の学校の入学を決めるのが一般的です。小学校を卒業すると通学の学区もなくなるので、将来の進路に一番合いそうな学校に入学することができます。それから、やはり学校の選択を間違ってしまったなと思う場合は、転校するなどの方法もあります。私は小学校の頃からずっと親と同じように大学に行きたいと思っていました。ただ小学校の担任の先生となかなか性が合わなくて、4年生の成績もあんまり良くありませんでした。それでも行きたいと思った中等学校の面接を受けて入学できました。そして結果的には大学卒業後、大学院まで入学して修士課程を卒業しました。以上、ヤニクのドイツ紹介でした。見てくれてありがとうございました。Vielen Dank. また次回お会いしましょう。Auf Wiedersehen.